字数字って言ってもね、私の場合ビーソーみたいないい加減な人たちね、お客にしてもしょうがないなっていうのもありますしね。湘南地区とかちょっと洒落た場所とか行ったら、恐怖感も以前あったんですよ。そういうビーソー字みたいなやつ、そう、千葉の地元に行った時はそういったやつらにこう囲まれてましたからね。何お前が、え、湘南、え、しかも女装していいおっさんがバカじゃねえの金毛とか言われんじゃないかね、そう言われたらどうしようとかね思ったんですけどね。言うやつは勝手にすりゃいいんですよね。そいつがね、だってこっちのことを腐したからって言ってそいつのステータスが上がるわけでも収入が上がるわけでもないんですからね。こっちの悪口言ったって何にもそいつには残んないんですからね。こっちとしてはね、そうやって傷つきながらもこうやって動画出してね、先へのね積み重ねになっているから私の勝ちですよね。そうやって人のことをなんだかんだってバカで金毛とかさ、そうやって腐してんなら、じゃあお前やってみりゃいいじゃねえかよってね。でお前がかっこいいとか洒落てるとかそういったいうので動画撮って YouTube 載せてみろや。それでまあ一月にね1000人1万人って登録者行きゃそれでね、まあ万々歳だけど行くのかいってね。そういうやつは人の上げ足取るだけで精一杯で自分じゃ何もできないから、まあ、そりゃできないでしょう。自分がそういうふうに人を腐してるんだから、もし自分が何かやったら同じようにバカだ金毛って言われるんじゃないかって、まあ、そういうふうに恐怖してますからね、ああいうやつらは。だから相変わらず人の足を引っ張るだけで自分じゃ何もやらない、できないってわけなんですよ。まあそう考えるとね、アンチだの、そういう妨害者だのっていうののざれ言はね、もう何も無視して黙殺するしか、っていうか黙殺しときゃいいんですよね。やつらやっぱり何もできないっすよ。これがまだ若くて10代の後半、20代、あるいは30代の前半かな、それぐらい前だったらそうやってね、人のことをキモいとかバカでとかダッセとか、まあ、そういう連中の言うことがなんか正しいと思っちゃうことも、まあ、さもありなんですね、まあ、そういうね、くだらない連中にはね、なんだかんだって賛同者が多いし、まあ、いかにもな一般論を振りかざしてきますからね。でもね、そいつらの名前を、まあ、今もう40とか50とかね、もうそういったところに差し掛かってあるぐらいになって、エゴサーチですか、 Google に入れてみると何も出てこないんですよ。これが本当にあの頃ね、私のことをね、地元で学生時代とかね、本当にね、バカだ、キモい、ダッセって、そういった連中のね、名前をね、Google でパッパッパッと入れてみると、何にも出てこないんですよ、本当に。人のことを散々ね、こうね、バカにしててね、足引っ張ったくせして、さぞ立派な人になってるんでしょうね、と思って、何にも出ない。何にも。逆の意味でね、反社の行動に出てね、なんか、どでかい事件をやってるな、そういうのもないんですよ、全く。本当にふざけてますよ、カスですわ。悪口言うだけ言って何の実績も出してないんですよ。名もなき一般民衆、結局そういう話ですよね。まあ名もなき一般民衆が悪いってわけじゃないですよ。でも人のことにね、まあ、こうやってマウント取ってね、さと自分が偉そうにね、お前はダメなんて言ってるんだったら、こうやって学校出てからもう30年40年経って実績出てなきゃおかしいじゃないですか。何にも出てないんですからね。まあ私の中でも2人だけいますよ、2人だけ、まあ、幼稚園から小学校まで同級生だったやつが、まあ、J リーグに行って、まあ、その後はスポーツ用品店開いて、まあまあ、J リーグって言っても初期ですからね、まだだから初期だから誰もほとんど注目のない時期に活躍して、で引退して、で今スポーツ解説者用品店やってるっていう、まあ、感じですね。あとまあね、一時期ね、こうね、この耳の聞こえないピアニストも代筆してね、こう有名になったね、まあ、あの作曲家、まあ、そいつその2人ぐらいですね。でも別にその2人からはね、何にもね、このマウント取られてはないですよ。まあ、そのピアニストはともかく、サッカーの選手に関しては、まあ、幼稚園の頃は一緒のクラスでしたけどね、もうそいつ、その頃からそいつは、まあ、カリスマありましたけどね、なんだかんだってね、女の子に持って、本当にそういったカリスマありましたけど、でも大人になってみれば、まあな、サッカーとかプロの世界に行きゃ、まあ、そういうとこ行きゃ、普通のプロだよなって、まあ、なっちゃうんですよね。まあそれはともかく、まあ、その2人以外、いやーほんとね、
全然何にも風の噂にもネットにも載ってないですからね。お疲れ様です。どうも。いや、さっき撮影の合間にちょっと話していた方がね、挨拶してくれたわけでね、まあそれはともかく、だからそういうね、こうマウントっていう上からなんだかんだっていうやつのことはね、もうね、黙殺して大丈夫ですね。で、私もね、年になってみると、そいつらがもしこれから YouTube やろうって言ったら多分できないでしょうね。私も逆にそいつらに踏みつけられて蹴られた、そういうのが逆に話すネタになっちゃっていたりしますけど、人に対してマウントばっかり取ったやつがそんなこと話のネタにできるか、できるわけないんですよね。嫌なやつで終わっちゃいますからね。ワイン空になりました。もうね、周りもかなり暗くなってて、カメラも映る限界なんで、まあ、今日はこれで撤収いたしましょう。いかがでしたでしょうか。今日は逗子駅から葉山の方へ歩いてみました。結構いい雰囲気のところかなと思ったんですがね。いや、期待外れでしたね。この逗子葉山駅に降り立った時には光の感じといい、空気感といい、期待できるなと思ったんですがね、なんかね、本当車だらけの田舎道をね、歩かされてるだけでしたね。で、最初はね、裏側に行こうかと思ったんですがね、ちょっと裏側はなんかしょぼいなと思って、葉山の方がちょっと良さそうだなと思ったら、やっぱりいまいちでしたね。実際にその場に行って歩いてみないと分かりませんね。今日はこれで終わりにいたします。ノンダックレイでした。